小伊綱は平安時代末期から鎌倉時代前期の武蔵国小玉等の武士、通称は二郎。正氏で伊綱という名の武士は二人おり、小玉等本州家五代目である小太郎課長の次男は、後に佐田綱と名を改めた。一方、課長の弟で小太優香、広氏の三男にあたる小三郎代家の子息である伊綱は小玉軍。 栗崎村を南下して、秩父軍金沢村に移住し、金沢市を称した。従って、ただ家の子息は、その後、金沢家綱と称し、小玉統計金沢氏祖となった。小玉統一族に関する形図は、複数あり、内容もそのまま一様に信じられるものではないため、研究が進められてきた。形図によっては、定綱を課長の六夫とするものもあるが、 この経図自体信憑性の低いところが散見している。まず、武蔵七等経図では、課長の子息の一人である正葛義を次男と記しているが、一方で家継の弟を訓月菓しとする点などから信憑性が低く、東鏡や他の経図には課長の三男であると記述されていることから昇三郎、イエイコール課長の三男であるというのが正しい。おそらく、 より家の後を継いだため、経図上では、課長の次男とする必要性が生じたものと考えられる。したがって、家継の弟である時家も、課長の四男であるというのが正しい。武蔵七刀経図などは後世に作られた経図であり、改編もたたみられ、場合によっては創作されている箇所も見られる。経図が創作されているものとして、課長の着男である章子太郎より家が挙げられる。 よりは着男を作る前に、一の谷の戦いで戦死してしまったため、父である課長が三男である家継をよりの養子として継がせた。そのため、より自身には子孫はいない。しかし、後世になり、近世になると、よりを先祖であると自称する本庄氏一族が現れる。これが本庄修生の一族である。彼らの系図や本庄子孫の伝承は明らかに、 創作されたものであり、家の威厳を高めるために、児玉等の直径の着流を自称したものと考えられている。形図によっては、より家と池を別人として記述しているが、同一人物である。いわば、池の方は創作された課長の子息である。こうした諸々の研究から、課長の次男を家継ぐ、三男をより家、四、男をと聞け、い王お長。 仏夫をイエツナとする形図は、構成創作されたものであり、本来は、課長の次男がイエツナ、三男がイエツグ、四、男がと聞け、五男が次長と考えられている。まず、形図を作った側には、本庄イコール本家の少子といった考えは、明らかになかったということを説明する。複数ある形図の一つに、証拠太郎より家と記したものがある。 この経図では、その弟を、本城次郎家綱イコール、田綱と記している。家督すら告げなかった田綱が本城を称していることは、おかしく、これは、本城次郎家継と書かれた経図と混同してしまった、結果の語伝と考えられる。また、別の経図では、称、広隆の三男である広式を、本城次郎広式と記しているものがある。広式は、よもだや、 牧西を称しても本城は称していない。これらの経図からも、経図を書いた側には、本城を本家の称詞と意識したり、またそうした意図を持って記述していなかったことがわかる。こうした考察からも、定綱が本城を称していたとする経図は古伝と考えられる。定綱が一時的に本城を名乗ったとしても、同族間で争いになりかねないことであり、 課長が一時的に佐田綱に任せたとする記述も経図にはない。ありがとうございます。